Quantization in language modeling refers to transforming continuous vectors into discrete ones, typically using k-means clustering or other dimensionality reduction techniques on top of vector representations. This helps reduce overfitting when dealing with very long short-term memory, VLSTM, models and improves the model's efficiency by reducing its computational complexity without compromising too much in accuracy.言語モデルにおける量子化とは、連続的なベクトルを離散的なものに変換することを指し、通常は K-means クラスタリングやその他の次元削減技術をベクトル表現の上に使用することが多いです。これにより、非常に長い短期記憶、VLSTM モデルを扱う場合に科学習を減らすのに役立ち、計算量を大幅に減らすことでモデルの効率を向上させることができますが、精度にあまり影響を与えずに済むようになります。言語モデルにおける量子化とは、通常は K-means クラスタリングや他の次元削減技術をベクトル表現の上に使用して、連続的なベクトルを離散的なものに変換することを指します。これは、非常に長い短期記憶、VLSTM モデルを扱う際にオーバーフィッティングを減らし、計算量を減らすことでモデルの効率を向上させるために役立ちます。また、精度をあまり犠牲にすることなく、計算量を減らすことができます。言語モデルにおける量子化の具体例を示します。例えば、自然言語処理のタスクを行うために、テキストを単語や文字などのトークンに分割し、各トークンを数値ベクトルで表現します。この時、単語や文字の数が非常に多い場合、各トークンをユニークな数値ベクトルで表現すると、モデルの計算量が増えてしまいます。そこで、量子化を使用すると、同じような意味を持つ単語や文字を同じ数値ベクトルで表現することができます。例えば、キャットとドッグのような単語は、両方とも動物という意味を持っているので、同じ数値ベクトルで表現することができます。このように、同じ意味を持つトークンをグループ化し、同じ数値ベクトルで表現することで、モデルの計算量を減らすことができます。この方法は、K-means クラスタリングなどのアルゴリズムを使用して実現されます。